ねえねえお兄ちゃん。ん？今日の晩ご飯何がいい？お兄ちゃんの好きなの作ってあげるよ。本当か？あ、でも軽いものでいいよ。今晩クラインたちとクエストに付き合う約束しているんだ。もうゲームばっかりなんだから。リーファさん、君は今どこにいるのかな。へりくつ言わない。ご飯はちゃんと食べようよ。できるだけね。へいへい。あ、メニューは任せるよ。すぐの料理は何でも美味しいからな。じゃあ買い出しに付き合ってね。冷蔵庫の中空っぽなんだから。なんだ、そういう魂胆だったのか。だってたまには買い物くらい一緒にしたっていいでしょ。わかったわかった、荷物持ちでも何でもいたしますよ。やったー、せっかくだからちょっと寄りたい店もあるんだけど。まあちょっとそれは置いといて。ところでクレハ、入り口に立ちっぱなしでどうしたんだ。あ、ごめん、その出直してこようか。クレハさん？え、いつからそこに？お兄ちゃん、キリト君も気づいてたら教えてよ。なんというか、すごくいい雰囲気だったから邪魔しちゃ悪いかなって。あ、私たちは兄弟だからね。それは聞いてるって。変な意味じゃなくて仲がいいなって思って。私にはお姉ちゃんがいるけど、リーファたちみたいな会話はあまりしたことないかも。え、そうなの？うん。あ、仲が悪いわけではないんだよ。むしろお姉ちゃんが万能すぎて全部完璧にやってくれるんだよね。ツッコミどころなんて全然ないくらい。へえ、全部完璧に。そのお姉さんはちょっと羨ましいかも。トレードは不可だからな。私はリーファたちみたいな兄弟ってすごく素敵だと思うよ。どっちがいいとかじゃなくてね。ありがとう、クレハさん。じゃあ買い物までに何かクエストにでも行こうか。なかなか手強いボスだったな。みんなが協力してくれて助かったわ。で、どんなパーツが手に入ったの？頭が良くなりました。
機能が拡張されました。これで預金や運用ができるようになりましたよ。マスターの平べったいお財布を分厚くできます。それはかなりすごい能力だけど、いきなりレイちゃんにお金を預けるのはちょっと不安ね。SBC フリューゲルのことは何か思い出したかい？はい、少しですけど。あそこは昔私が住んでいた場所でした。だからアファシスはみんな SBC フリューゲルの鍵を持っているのです。そういう設定なのか。よし、次のパーツの情報を集めようぜ。私、気づいてしまったのですが、 GGO のたくさんのプレイヤーたちはみんな性格がバラバラなのです。それはそうだよ。プレイヤーの性格がみんな同じなんてありえないし、レイちゃんみたいなナビ用の NPC にもいろいろな性格があるでしょ。私もいろいろな性格になってみたいのです。いろいろな性格？いやいや、基本的に性格っていうのは人格一人に一つだけだよ。今の自分の性格が気に入らないの？そういうわけじゃないのです。ただマスターのナビとしてもっといろいろな可能性を探っていきたいのです。それってつまり、でも変えようと思って変えられるもんでもないしね。どうしよう。あ、そうだ、まずは言葉遣いを変えてみればいいんじゃない？言葉遣い？ええ、言葉遣いにはその人の性格が現れるものだから。特徴的な言葉遣いを真似ればその人の性格を少し体験できるかも。分かるような分からないような。ランより証拠よ。ちょっとやってみましょう。だから俺はよ、その時言ったわけよ。てめえどこに目をつけてんだってな。
それでどうしたんだ？相手はビビっちまったのか？あった坊よ、腰抜かしながら逃げ去っていきやがったぜ。そいつは面白いや。スカッとする話じゃねえか。確かにすげえな。俺の口調を見事に真似てるぜ。褒めるな褒めるな。俺にかかればこんなのお茶の子さいさいよ。でもね、所詮は GGO も遊びなのよ。現実にはバレットラインやバレットサークルもないしね。そうね、ただ実際にはそういったシステムアシストがないと、素人が相手に弾を当てるなんて至難の業じゃないかしら。確かにその辺のバランスって難しいわよね。リアリティの追求とエンターテインメントとしての気持ちよさをどこまで優先するか。難しい問題だけど、考え始めてみるとなかなか興味深いわね。うはん、なんだかレイちゃん、シノンの真似すると賢く見えるよ。見えるってどういう意味なのですか？私は最初から賢いのです。戻っちゃった。拙者アファシスと申す者。この銃と廃墟の世界にて冒険者たちを助力する役目を仰せつかっておりまする。おのおの方も御用が終わりのようでしたら、何なりと拙者にお申し付けくだされ。それは誰かな。先ほどお会いした冒険者の言葉遣いを真似ておりまする。そのご人、時代劇とやらがお好きのようでございました。侍言葉っていうのかな。何にせよすごい再現度だね。にゃんにゃん、アファシスもう眠たいにゃん。ダメだよレイちゃん、今日はまだ別のダンジョンに行く予定なんだから。アファシスはとっても気まぐれなんだにゃ。餌をくれないと愛想だって振りまかないんだにゃ。確かに猫って気まぐれだよね。元のレイちゃんに戻ってもらった方がいいかな。そいつはどうかな。俺様の右腕の豪華が魂を貫き通せと囁いている。え、いきなり中二病に。ばあさんや、少しは年寄りをいたわる気持ちを持ってくれてもいいんじゃないかのう。今度はおじいさん。
と姉ちゃん落ち着いて。やーだやーだー。なんとか戻れたのです。ええ、一時はどうなることかと思ったね。対話して覚えた口調がどんどん出てきて止まらなくなってしまったのです。私もびっくりしたのです。この訓練はちょっと刺激的すぎたのかもね。でも楽しかったのです。いろいろな性格が分かった気がするのです。そっか、それは良かったね。やったじゃないか。二人とも優勝おめでとう。キリとアスナ、ありがとうなのです。いやいや、この結果は二人の成果だよ。うん、決勝戦の二人のコンビネーション、これまでよりも格段に良くなってたと思うよ。ああ、モニターから見てたけど本当に息がぴったりだったぜ。お互いに心の底から信頼し合ってなきゃ到底できないような動きばかりだった。はい、私なんとなく分かったのです。パートナーとしての絆というものが。お互いを思いやるのは当然、でも優しくするだけじゃダメなんだって。目的のために背中を預ける、時には危険なことを相手に強いてしまうことがあったとしても、協力し合えば乗り越えられるって信じることが絆なのですね。ああ、そうだと思う。アバシスたちにはもともとマスターとアファシスの関係ってものがあるけどさ、パートナーとしての絆だってそれと同じくらい二人にとって大事なものじゃないかって思うよ。マスターとレイちゃんは絆で結ばれた親友同士でもあるってことね。素敵だと思うよ。ですが、マスター、それでもよろしいのでしょうか。これで二人の絆が深まってくれて嬉しい反面、これから今回の大会みたいなのがあるとますます手強くなりそうだな。強敵を作り出しちゃったね。
でもそう言いながらキリト君嬉しそうだよ。そういうアスナこそ笑ってるじゃないか。もし次があったとしてもマスターと私の絆が連続優勝を飾っちゃいますよ。